男児。うますぎだよこれ、うますぎでしょこれ。また雨降ってきたよ。雨じゃん、最悪。時刻4時、また結構な雨が降ってきましたので、男児の焚き火屋根を作りましょう。おう、はい、できましたよ。雨なんて関係ありませんよ。男児の焚き火屋根があれば、焚き火だって全然燃えますよ。消えませんよ。はい、こんな感じで今日もこの雨キャン楽しみたいと思います。ええやん、ええやん。ダンダンダン男児。はい、時刻5時でございます。カメラで見てるよりもね、だいぶ暗いんですよ実は。はい、ということでこのライトをつけたいと思います。おい、もう一個大きい方にしようか。 OK。 はい、いや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 、このキャンプ場に来た時さ、ソロだからこのユンボの前に設営してくれって言われて、はじめなんでこんな狭いところでユンボの前だのなのって思ったんですけど、これ最高だよ。超プライベート。私の右側には自分の車を置いてます。その向こう側にお隣の3階に、こっちの左側は崖なんですよね。下に下がると皆さんいらっしゃるんですけど、もう角なので横がいない、後ろはユンボということで、俺ね、ここもうとにかくね、自分でね勝手に命名するわ。それはウッズマンキャンプグラウンドさんでも勝手につけさせていただいたんですけど、ここはエリア団地。
勝手につけちゃったよ、申し訳ございません。いやでも本当にここいいから、むしろユンボの前って言ってください皆さん。最高。これやっぱいいね、これ完全に一軍でございます、最高。あのね、また雨降ってきた。今日はもう断続的雨が降りっぱなしでございますよ。男児の焚き火屋根最高。ちなみに正直言いますけど、今座ったまま2時間寝てた。だって昨日ワク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 でさ、3時間しか眠れませんでした。ちょっと元気出たところであの料理を行きましょう。ねえ皆さん分かりますよ、これが男児の焚き火屋根というものでございますよ。ロープ杭が1、2、3、4、横にもロープ杭が1、2、向こう側にあります。その上にこのステンレスの3ミリの板を乗せることによって、火にも強いし雨が降っても全く焚き火台にかからない。だから大雨の時でも焚き火が全く消えないという技でございます。やっぱり焚き火屋根やるとさ、ちょっと中が暗いんだよね。これぐらいさ光源があるといいんですけど、暗いね。どうしようかこれ、なんかしたいね、これなんとかしたいね。これここにぶら下げてみようか、どうかな。暑くてやばいかなこれ。これちょっとあんまり噛んでか、まあいいか、これぶら下げてちょっとカメラそのままターンすると、あ、いいんじゃない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 、こんな感じでいきましょうかね。はい、せっかくだからさ、こっちにもさこうしといてだな、ここにレールロードランタンを置けばさ、はい、カメラパーンすると、あ、いいんじゃない、いいじゃん、いいじゃん、これでいこうよ、よし、はい、はい、それではいきましょう。男児の焚き火台にははい、専用の五徳がついております。これは背の高い五徳ですね。これをここにはめる、そしてこっちもはめるという感じでございますよ。そしておい、ステンレスのね、なんだろうねこれね、板なんだよね。穴ぼこが開いてるんですけど、穴ぼこ。ちょっとこれ古い言い方なのかな。まあ、47歳だから OK ということにして、とにかく買ってみたわけですよ。これをさ横に渡してみて使ってみましょう。つまりですよ、ここにクッカーを置きたいわけだよ。でもちょっとここにさ1本、はい、そしてもう1本置けば、こういうふうにやればさここに安定して乗せられるんじゃない。ちょっと火力を強めたいので、薪をさここの中心にちょっと持ってきておこうか。さあやってまいりました、男児と言ったらじゃん、近い。角張り男爵で、はい、まずはオリーブオイルをタラタラーっていったらな、いい感じ。ちょっとライト暗いね、しょうがねえか。 OK よ、あれいこうよ、これだね。あーん、ソーセージ。初めてのソーセージですよ。鎌倉って書いてありますね。レモン風味とパセリの粗挽きソーセージというもの、いってみましょう。ごめんなさいね、今ね、あのね、このソーセージをね放り込んだね映像撮ってたかどうかが覚えてません。ちょっとやっぱこれ屋根があるからさ、映像ってくれーよこれ。暗いしやりづらい、困ったね。これね雨降っちゃってるからさ、小雨が降ってるんですよ今。
お前、いやカメラ普通に動いちゃった今。オッケー、オッケーよ、オッケーよ、オッケーよ。もういい感じ、いい感じ、いい感じになってまいりましたよ。あーもう、もう雨がうざい。めちゃくちゃまた雨降ってきた。やだな、この霧雨。あーずれちゃってるけど。いいわよ、いいわ、よいしょ。これ絶対うまいやつじゃん、絶対うまいやつじゃん、行こう、行こう。うまい、めちゃくちゃうまい。これやっぱりレモン感が強いな、これ、うん、いい。鎌倉ソーセージ、なかなかええやん、これ。レモンそのまんまや。もしもし、厳しいこと言えばちょっとジューシー感に欠けるかな。肉汁が出てくるっていうタイプのソーセージではないですね。肉がぎっしりギュッと詰まってるけど油は少ない。うん、ある意味ではヘルシーヘルシーってことないよね。したらあれを飲んでいきましょうよ。ダン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 ジ、皆さんに言いたいことがございます。実はダンジのアツオは昔から赤ワイン好きにもかかわらず、キャンプ場でワインを飲んだシーンはおそらく今まで皆無でございました。最近ね、ライブでワイン講座とかやってるんですよ。インスタライブのアーカイブぜひご覧ください。それは置いといて、さあ今日持ってきたワインはじゃじゃーん、カッシェロデルディアブロ、チリ産の赤ワインでございます。ブドウの品種名はピノノワール。ブルゴーニュ地方原産のブドウで作られたワインがピノノワールということでございます。さあどんな味かいってみよう。でせっかくなのでね、うちからね安いね、はい、安いワイングラス持ってきました。これでいこう。さあいってみようか。まあコルクではないですけどね、金額的には1400円ぐらいの、はい、ワインでございます。よし、いってみよう。いいんじゃない、いこう。さあ、いってみましょうか。ものすごくフルーティーなブドウの香りします。前に飲んだね、カベルネソーヴィニオンの同じカッシェロディアブロと全然違います。ピノノワールになると全く違う味と言えます。比べますとピノノワールの方が圧倒的にすっきりですね。これはフルボディというよりかは完全にミディアムからライト的なね感じですね。ライトボディとミディアムボディの間ぐらいに感じるな。フルボディ独特のブドウの渋みとかどっしり感は全くないと言いますね。私はワインはやっぱりどっしり感があるフルボディ、フルフル、フルフルボディが好きなので、そういう意味ではカッシェロデルディアブロのピノノワール版ではなくてカベルネソーヴィニオンの方が私は好きですね。ワインは好みなんで、ね、これも美味しいという方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとさっきのソーセージと一緒に食べてみようか。あんまりこれ脂っこくないからどうだろう。あらわ、あかんわ。ちょっとこれはレモン感が強いソーセージなので多分合わないです。うん、合わない。まあいいか、ちょっとワインを楽しんでいきましょう。友達だ。かげろうちゃんね、かげろうちゃん、ちょっとくるっと回してみようか。くるっと、ほらこの子ね、
はい、影雄です。よっしゃー、起きよう、起きよう。はい、時刻10時50分、まもなく11時ですね。そろそろね、周りもキャンパーさんたちも寝静まっていらっしゃるので、私も寝たいと思います。久しぶりのね、キャンプ、そして久しぶりの前開けっぱなし DD タープ泊ということでね、いやーなんか楽しいねこれ。いやだ、開放的でいいよ、全然寒くないしね。とにかく今日一日雨がちょっとほぼほぼ降ってましたけど、楽しい時間でございました。明日ね、朝10時半までに撤収しなければいけないということで、朝できるだけ早めに起きて、体調が良ければ朝ごはん食べて帰りたいと思います。それではまた、明日お会いしましょうって変だけど。おやすみなさい、さよなら。いつもご視聴ありがとうございます。ダンジの敦夫が目指すのは世界で一番元気になるキャンプ動画。ダンジ